白カツオドリは、カツオドリメカツオドリカに分類される鳥類の一種。北、大西洋の集団繁殖地、ボナベンチュール島北大西洋、カリブ海、地中海。繁殖域は、北、大西洋である。通常大きな集団映像地として、海洋を見下ろす崖や小さな岩の多い島に映走する。最大の映像地は、ケベック州のボナベンチュール島で、6万組以上の、がいが見られるが、 全個体数の六十八パーセントは、バスロックやセントキルダ群島の亡霊等の大集団、映像地があるグレートブリテン等、陶器には、ほとんどが、大西洋上をさらに南に移動し、アメリカ合衆国東部及び、アフリカ西部に至る、暗褐色の若鳥全長約九十三センチメートル、翼海長約百七十二センチメートル、体重約三キログラム、全身の羽毛はほとんど白いが、 初列風切りや初列服は黒い。成長の頭頂から後首にかけて黄色みがあり、繁殖期にはオスの頭部及び後首がより黄色みを帯びる。くちばしは淡い青灰色で黒い筋がある。交際は淡灰色で目の周りに青色の缶があり、露出した黒い皮膚に囲まれて喉にも黒い筋がある。足は暗灰色。幼鳥の羽毛は灰褐色。最初の年は 暗褐色で、その後5回噛むし、5年後の成長バネに達するまで、季節ごとに徐々に白くなっていく。モリス・ベイセネス互いのくちばしを打ち合う、旧愛行動掛けの岩棚や、斜面などに、集団で映像する。白勝踊りのつがいは、数期にわたり一緒でいると考えられる。つがいは、映像地で入念な旧愛儀式を行い、くちばしと首を空に向けて伸ばし、 それから互いにくちばしを軽く叩き合う。一卵を産み、放卵日数は約44日で、私有交代で放卵する。カツオドリ科の鳥は脅威のダイバーであり、水を打つ前に矢のように体を完全にまっすぐにして、空中から高速で海に突入する。潜水して魚を捕らえると、白カツオドリは浮上前に水中で魚を飲み込む。主に海面近くに、 群れで集まる小魚を食べる。ほとんどどのような小魚もしくは他の小さな海用種でもとっている。各種のたら、急流王に親属の種は最も頻繁に捕らえる。力強く機敏に飛翔するが、離陸や着陸は下手である。卵やひなの捕食者としては、オオカモメやセグロカモメ、ワタリガラス、オコジョ、アカギツネなどがいる。成長の唯一知られる天敵は、白頭ワシであり。 大型のサメやアザラシは、海でカツオドリをまず捕らえたりはしない。イギリスでは、白カツオドリは、保護種である。しかし、法的例外として、ルイストのネス地域の住民が、伝統的な地元料理として食べるために、毎年、最大2000羽の白カツオドリを殺してもよいと、認められている。これらの白カツオドリの多くは、スーラスゲアで捕られ、それらの名にちなんで名付けられている。 白カツ踊りの個体数は現在安定しているが、かつて生息地の減少、卵の除去、成長の狩猟により、大幅にその数を減らした。ありがとうございます。